って解雇通告がありました。日本一になって優勝しても解雇ですから、解雇です、関係ないと言われました。そういう意味でも、まあ、みんな4年間支えられてきたんで、俺の気持ちもこうファン重視のね、野球をやっていきたいと、一日も長くみんなと、まあ、野球をやりたかったんで、わずかな可能性でも残ってるのかなと、まあ、そういう思いで待ってきたんだけど、残念ながらないという、申し訳ない、おっしゃられました。あまりの悔しさで人目もはばからず涙を流したその姿に、多くの人が心を打たれました。